風季説は中華民国の政治家、科学者、教育者、南京国民政府の要人。字は、竹院。風季越と表記されることもある。字は、竹院。号は、大。1903年、中山学道に入学する。1905年、日本に留学して、東京帝国大学で、工学士の称号を取得した。1 9十一年、帰国し、 新害革命で革命派の義勇軍に参加した。その後、再び日本へ留学し、東京帝国大学工学部で研究生となった。この時、同級生たちと平身学者、中華学芸者を創立している。1918年に帰国し、通訳公務講師、官や表質講講師などに所属した。1922年、私立アモイ大学教授を務める。 1924年には、大科大学の創設に従事し、その首脳となる。1927年以降、国民政府の交通部や財政部で任用された。一方で、中華学芸者社長、大科大学臨時校長なども、務めている。1940年3月、王朝明の南京国民政府に参加し、鉄道部部長兼中央政治委員会指定委員となった。 8月、中日文化協会上無理事件総幹事となる。12月、全国経済委員会委員を務めた。8月、行政院政務委員となり、さらに、石膏省政府主席県民政調庁長,長となった。その後、清里委員会委員や新国民、運動促進委員会委員なども歴任している。1943年3月、 公衆日本戦艦素会接種委員に任じられた。1944年9月、建設部部長に任命される。11月、全国経済委員会常務委員となった。翌年2月、敵産管理委員会委員にもなっている。日本敗北後の1945年9月27日、風刺季節は、小海石の国民政府に、上海で逮捕された。 翌1946年9月28日、官官の罪で死刑判決を受け、1947年6月19日、上海市で執行された、去年57、著書に科学概論がある。ありがとうございます。